ご主人様、久しぶりに一緒にお風呂入りましょう。お背中流してあげますから。私たちの発育が良くなってからお風呂入れてくれなくなった。ご主人はエロ。にゃ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 んですか。ショコラとバニラはもう立派なレディー猫だってシグレちゃんが言ってましたし。この発言がセクハラ。猫の尊厳を踏みにじってる。それにショコラは今くらいがアイデンティティ。家はご主人様のお家ですけども、ショコラの隣が私の居場所だし、あとご主人かっこいい。なんか妙に男前に見えてきた。嫌です。そこらは絶対に変わりません。そんなこと言うご主人様は嫌いです。私もダットのごとく、いや、ダツネコのごとく離脱。ほーらほーら、ご主人様、こっちですよ。ショコラはこちらにございます。猫にそんな心配はご不要。人型でも猫は猫。さささ。ショコラの胸もろ触ってる。もうわしづかみ。にゃーん、つきありです。こちょ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 。ナイスアシスト、ショコラ。ささ。もちろんご主人様のベッドで寝ます。私もご主人のベッドで我慢する。一緒に寝てくれないんですか。この子に及んで。ご主人は人の男子なのにお上気用が悪い。順番はご主人、ショコラ、私でいい。にゃはー、ご主人様とバニラに囲まれて幸せにゃ。じゃあ押しかけたのはショコラたちですし、ここでいいですよ。猫らしく丸まって寝ますし。贅沢は言わない私たち、超けなげ。猫の鏡。
こんな感じで。お引っ越ししたばかりで段ボールたくさんありますよね。お家作ったらあったかいって聞いたし、なんとかなる気がする。そしたらご主人様はどうするんですか？ショコラの隣？ダメですよ！それならショコラがソファーで寝ますから！ご主人様はバニラと一緒にお布団で寝てください！私こそソファーのが落ち着く。ショコラとご主人でベッド使えばいい。おやすみなさい、ご主人様。おやすみ、ご主人。ご主人様、その、本当にごめんなさい。迷惑をかけてしまって。ご主人様。猫パラ。その件に関してはショコラとバニラの意思を尊重したいと思います。ショコラとバニラがちゃんと納得したら迎えに行きますので。ところで兄様、この妹めに今朝の愛のささやきを。あ、すみません、お父様から呼ばれましたので失礼いたします。愛してますわ兄様。ではまた。ポッピーにケチャップついてる。芸術的。
けちゃう。ピロピロ。ご主人様はショコラたちといるの楽しくないですか？ショコラは楽しいですよ。もうそれは今世紀最大級に。昨晩はご主人だって結構お楽しみだったくせに。それでもショコラはご主人様のところにいたいです。ショコラがいるなら私もここにいる。私もここにいたいと思う。ご注文ありがとうございます。ロイヤルウッドです。ご注文いただきましたティーセットの配達にお伺いしました。ではこちらお店の中に運んじゃいますね。こちらの段ボールで全部ですね。では間違いなければ受領書にサインをいただいてもよろしいでしょうか？違うということでしょうか？すみません。すぐに本社に確認しますので、少々お待ちいただいてもよろしいでしょうか？申し訳ございません。こちらのミスで別の注文書と混じってしまっていたようでして、水月様の方もすぐにご入りようと思いますので、もしよろしければご注文分の食器を受け取っていただければと思うのですが。私もお手伝いさせていただきますので、私も次の配達に行かないといけないですし。
チ。にゃにゃ、にゃんですか？猫ちゃんたち、本当に助かりました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。では私はこれで失礼させていただきますね。ご主人様、冷たいお茶です。どうぞ。主人、私たちがいたらそんなに迷惑？悪い子？悪い子じゃないのにダメなの？猫パラ。あれ、今日はあのたこ焼き屋がいない。
少しだけ。でも大丈夫ですから、心配かけてごめんなさい、ご主人様。じゃあ私何か飲み物買ってくる。了解、任された。
主人様が助けてくれなかったらここにいなかったです。あの時ご主人様がそばにいてくれなかったら誰も信じられないままでした。ご主人様のおかげでご飯も食べれるようになりました。しぐれちゃんともみんなとも仲良くなりました。だからあの時からショコラのご主人様はご主人様になったんです。ショコラはそれからずっと優しいご主人様のことが大好きなんですよ。だからショコラはご主人様がいなくなっちゃうって聞いて、いても立ってもいられなくて、どうしても一緒に行きたくて、しぐれちゃんにお願いをしたんです。お金のこととか難しいことはやっぱり猫にはわからないです。でもやっぱりソコラはご主人様のそばにいたいんです。ご主人様が辛くて大変そうなのなんとなくわかります。本当になんとなくですけど、お掃除でもお洗濯でもお料理でもショコラがお手伝いできることは何でもしますから。今すぐにはできなくても絶対にちゃんとできるようになりますから。一度だけお願いしちゃダメでしょうか。そこらはご主人様と一緒にいたいんです。私たちは猫だから自分に素直なだけ。私なら楽しいことならショコラと一緒がいい。たとえ辛いことでもショコラと一緒にいたいと思う。だって一緒にいれないことの方が寂しくて辛いから。本当に好きなら迷惑かけたって一緒にいたい。それでも一緒にいたいものだと思う。私たちが幸せかどうかなんていくらご主人でも決めつけるのは違うと思うよ。それに大事な人が大変ならなおさらそばにいたい。何ができるかはわからないけど、でも辛い時にそばで励ますことくらいできるよ。だからきっとしぐれも私たちがご主人のところについていくのを許してくれた。しぐれはご主人と一緒に行くことはできないから代わりにお願いって。だからご主人が本当にショコラのことを思うなら一緒にいるべきだと思う。主人様がいないのは嫌なんです。いくら大変でもショコラはご主人様と一緒にいたいんです。だ
からお願いします。ご主人様のそばにいさせてください。ここがショコラがいたい場所なんです。主人。